さあでは続けてまいりましょう。トルネコの大冒険2、一応本編はクリアという形なのかな。はい、ただまあまだまだ多分あると思いますので行きたいと思います。さあさらに追い求めていきましょう。新しいダンジョンが一つぐらいは、あーギター飾られてる邪悪な箱、よしよしよし、また冒険に出たくてうずうずしてるんでしょと。はい、これ大きなパンを手に入れたお弁当やね。よし、さあ一旦ちょっと倉庫に入れます。このあたりまあ合成したりとか、円筒の指輪持ってるやん、打ったりとかちょっとしながら、円筒いらんやね。で剣術師の杖、はい、ちょっと待ってくださいね。これ入れたりは、あ、やっぱり入れたりできひん、ほら、やっぱりそうや。オッケーオッケー、じゃ一回ちょっと会話とかしながらね。トルネコさんってまた不思議のダンジョンに戻ってきたの、ダンジョンに落ちているパンを食べてみたいわ。愛の力なんじゃなかろうか。まあ、そんなセリフ読む、うおっ、おレミーさんのお店でなんと転職ができるようになったらしいんだ。こっちポイントのあるセリフだけちょっとがっつり読みたいと思います。トルネコさんみたいに商人になろうかな。これ開けれるのかな、開けとこうか。多分前も開けてダンジョン入ったら変わってるってパターンがあったから、よし、ちょっと待って、転職ができるっていうのがちょっと気になるな。はあ、はい、広場で綺麗な石を見つけた。はい、いや、いろいろ言っとんぞ、師匠。ところで師匠、未識別のアイテムの使い方のコツを教えてくださらぬか。いや、大丈夫です。チュートリアルやね、これは。さすがに私はもう、そこそこはわかりますよ。まあ、言うてでも、その、ちょっと知らないテクニックも絶対あるんですけどね。まあ、それはもうしょうがないですね。数々の罠をかいくぐり、いくつものアイテムを使いこなすものだけ。どういう意味？僕は守りの指輪と指輪を山ほど持ってるんだけど、欲しくないか、欲しい。そうかい。でもただであげるだけっていうのは面白くないな、はあ、持ち物を何も持たずに不思議のダンジョンに入って28階まで行ってきたらプレゼントする。28階で倒れて戻ってきてもダメだからね。28階で倒れて戻ってきてもダメ。28階に行った以降、リレミトってことかな。ちょ、待って。黄金色に輝く、なんだって。この世界どこかには黄金色に輝く、黄金色に輝くアイテムが眠っている。ほう、気になるな。隠しみたいな。魔法の矢はモンスターに当たってもなくならないと言うじゃないか。そんなのがあるの？マジ？魔法の矢？サブスクみたい、矢のサブスクみたいなもん。裏技、ミミックを拾うには、アイテムに化けてる。他のモンスター乗っていたら場所替えか。なるほど、変幻の杖を自分に振る。まあこれわかるわ。天使封印の杖を使うとどうなるの？天使だと何が封印されるのか。まあ天使能力全てが封印されるから泥棒できたりするのかな。まあまあまあ、オッケー。裏技ではない、今のは。杖の識別の仕方は、新しいダンジョンの情報が全然ないんだが。ありそうやけどな。老人おるな、老人。ここ後ろ怪しいな、扉。トルネコよ、こう才能をそのまま埋もれさせるのはちょっと惜しい気がするのだ。さらなる戦いの扉を開いてやるぞ。やー、行く行く行く。まずはその姿からなんとかせねばな。魔法や息、新たな力。あれか、やっぱ転職しろってことか。戦士の使える技は大きく4つの、うわ、うわ、技。
このタイプの技は武器にセットしてから、武器にセットダメージに加えて技をかけることができる。技の名前が白色のもの。うわー、ちょ待ってくださいよ、これだいぶ覚えなあかんぞ。ちゃんとモンスターの状態を変える。はいはい、技の名前が水色の攻撃エリアを広げる。2つセットしても意味がないと。セットっていうのが武器にセット、縦にセットする。ずっと技が発動して腹が減ってしまうものもあるから、いらない技はセットしない方がいいかもしれないなと。なるほど。戦士やったらじゃあ逆に巻物とか使えなくなるのかな。戦士の技の覚え方、ゾンビ斬り、目つぶし、モノハギリ、罠見え、転び避け。はあ、ゾンビキラーを装備して同じフロアでゾンビ系を5体、目つぶしそう投げて目つぶし状態にしたモンスターを倒す。 HP を1にすると、これすぐ覚えられるな。モンスター HP は必ず1にできる。目薬そう飲むと覚える。転び避け、物引っかかって転ぶとこれを覚えることがある。で、転ばなくなる。すげえな、これ。戦士に転職か。やりたいな、マジで。じゃあ、魔法屋行きますか。お金かかんのかな？うわ、転職するあるわ。まず、杖の回数増やすってどれぐらい金かかるんか気になる。持っているゴールドって5回分しかできひんの？え、怖い、めっちゃ怖い。たっけー、5000円かかんのか。考えなあかんね、これ。いや、魔法使いもあるし。戦士、とりあえず戦士行こうか。え、特にデメリットはないのかな。例えば商人ってあるんかな。 あるわ。いや、ちょっと待って、とりあえずない。ちょっと待って、うお、すげえ。でもなんか防具かぶった。モノカの杖、モノカ。レミーさんのバスジロでダンジョンに人を飛びし、すぐにレミとの巻物で村まで戻ってくる。あー、いや、ありちゃう、その。え、それありやけど、ちょ待って、これ、だから何これ。ちょっと待って。今の時点で試すことができない。え、ちょっと待てや。他のダンジョンに潜れる新しい発見があるかもしれないし、ないかもしれません。これちょっと待ってよ。これで不思議のダンジョンのその28階狙ってみるか。今あるやつをちょっと合成しておきますかね。あ、そうや、あれも合成しようか。持ってきたらよかった。多分お金足りると思うから。 OK。いや、一気に強いよ、これ。もう余裕じゃない。まあ、持ち込めばの話ですけど、あれは何も持ち込まないでっていうことやったから、まあ、持ち込み系のダンジョンでこの武器を使っていくことになりますけど、僕の予想では持ち込み系の強いダンジョンが来ると思うんですよね。最初から強いみたいな、なんかそういうの大概シリーズであるから、その時にこれを使うと思うんですよね。この今鍛え上げてる武器に関して、その時のために武器をこう作っておきたいですよね。ドラゴンキラー、この辺を入れたいですよね。え、見切りの盾でもですよね、多分。結構お金かかると思うんですよ、これ合成すんの。あとでもいいような気もするけど、その次のダンジョンが持ち込みか否かが結構
大事なんやけどね。そや、鍛冶屋もや。鍛冶屋も行きたいんや。はい。もっと幸せな箱を取ってきてくれるのかな。めっちゃ欲張りやん。全然幸せちゃうやん。これでいけんのか。あるよ。持ってきた。いや持ってるよ。いや持ってんねんけどね。持ってんねんけど出せないんすよ。え、これうっとしいな。これマジで持ってんのよね。しまったな。いや金の剣とか持ってんのよな。どっかその場所が欲しいね。これ開けたりする場所が欲しい。スペースというかフリースペースが欲しい。ないっすもんね、そういうところ。冒険者の宿とかにそんなあったかな。おお、すげえ、うまくいってるやん。恋愛ないっすもんね、そんな場所ないっすもんね。もっと厳しい不思議のダンジョン。そう、どうやって行ったらいいの。そこ行きたいね。そこ行きてえのよ。なんかこういうところにダンジョンがみたいなパターンになってんちゃうの。全然ダンジョン発生せえへんやん。とりあえずちょっと合成、まあ、いいか。今5万持ってますから、さすがにちょっと使ってもいいかな。やりましょうか。強くしたいもん。お、安い安い安い。正義のそろばん最強やで。デーモンバスター高い。で、ウィンドスピアね。3000円ぐらい取られる。はいはい。しゃあ、きたきたきた。ハグメタの盾に対して見切りと。よっしゃ、たっけ。まあでもやっぱ見切り強いっすもんね。見切りめちゃくちゃ強いから。いやー、泥棒してきてよかった。よし。で、ここは行ってないっすね。いえ。はあ、こんなに強いモンスターばかりのところ初めてです。鍛え上げた。あー、出た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 。ここか、ここやね。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれはちょっと後ほどですわ。最近じゃあ戦士のここ行きますか。ここ戦士で行くっぽいよね。ここほら来た。剣の道へ続く道を開いてやろう。さあ行け。持ち込めんのかな。持ち込めへんやんけ。あかんねんあかんねん。うわ、どうしよう。ここどうしよう。これね、ちょっと壺がちゃうねちゃうねちゃうね。壺がね、うわ、めんどくせえなこれ。どうしようかな。壺を壺のまま保管したいんですよ。で、そうなると中身出さなあかんすよ。なんだか似合って、あ、チューしてくれた。ありがとうございます。ちょっと待って、入れるってやった場合もう一回どうなるのか。うん。壺割り中のものを取り出しますと。うん、ちょっと待って、ちょっと待てよ。3のやつは別にまあええわ。これはあかん。あ、これもあかん。3のやつはまあええわ。これさあ、これちゃんと中のもの取り出せるんやろな。はい、大丈夫と思いますけど。オッケーオッケー。ベビーフォーク入った入った。
よし、ちょっとまた合成ね。ちょっと時間かかりますよ。すいませんね。時間かけていくよ。これ今ちょっとこのお楽しみ状態やからね、楽しませてくださいよ。今この辺を預けて持ち込み負荷、いや、あの壺はでも開けてきたいんで、さすがにちょっと5の壺置いときたいんですよね。簡単に手に入らへんから、あ、なんかしょうもないこと、たまにしょうもないこと言うよるおっさんおるよな。おもんないね、おっさん。まだほらほら、ポポルちゃんわしにくれんのか。ほらほら、たまにしょうもないこと言うよね。なんか、嫁とデートさせてくれみたいなこと言うとったもんな。あんまりしょうもないこと言うの。あいつもなんか彼女がとどうとこ言うとったもん。またまためっちゃ言うやん、めっちゃ言うやん、毎回言うやん、めんどくせえな。おるわこういうじじおるわ。いや愛想笑いやで、ほんまこっちは。ちょっと待ってくださいよ。じゃあ壺を割って出してきたいから、これでいいね。ね、嘘でしょ。うわぁ、めんどくせえな。2個しか持ち込めへんの？ 2 個って。リレミトの巻物とかを持ってたらいいんでしょうけどね。アイテムを見るとかで、これでできひんかな？できひんな。くそー。これつらいな、マジで。そうか、まあ、とりあえずじゃあ2個やから、もうこの保存を2個持っていく以外の方法はないんですよ。しょうがねえな。まあまあ最初のとこならなんとかなるでしょうから、ちょっと一回ちょっとこれで壺の中身を出して、壺を温存したいと思います。忘れないように壺の中身を出しておこう。あ、リレミと一応あるわ、ありましたわ。そっかそっか、一個は持ってんねん。あ、リレミとじゃあ唱えます。そうやそうや、一回やっとかないと白紙にも書けないか。何？何？え、なんで？ちょっと不思議の草原やからかな。ちなみに盾的なもの装備してるけど、あ、盾じゃない、鎧装備してるけど、あんまり強さは、力が上がったりとかはしてないんですかね。ちょっとその辺不明です。おいおい、大概多分戦士の洞窟行くわけやから、武器とかは結構そのゾンビキラーが取ったら取ったら言ってるわけやから、割と武器とかはあるんじゃないか説ですよね。特攻？ほう、これか。特攻使えへんのかよ。確実に倒すが自分の HP が1になってしまう。うわ、やばい。なるほど、武器にセットするんや。そうや、武器にセットする。武器がないと話にならへんから、結構レア武器手に入れられるんじゃないかな、その剣のところは。で、魔法の、きっと魔法のところもある。魔法使いになったら、魔法使いになったら何が使えるんやろ。そうか、魔法の矢は魔法使いでしか使えへんのかもしれん。めい、その可能性はあるぞ。そういうパターンの可能性は大いに考えられる。だってそんなん通常状態であったらやばいもんな。
あ、ちょっと待って、なんで読めへんのっていうのはもしかして、あ、そういうことやんか。うわ、そういうことや。ごめんなさい、やっと気づいた。戦士やからや。一切の魔法禁止か。そういうことですな。やっと気づいた、アホや。いやー、これ、あ、面白いな、これ、バランス命中上げ縦で繰り出す技、技っていうか、もうもはや攻撃すると腹減り大、はははははは、はははなるほど、だから腹減るやつもあるから気ぃつけろと。マイナス効果と強効果がセットになってるわけね。縦の陰とか陰のちょっと別バージョンって感じやな。でも外したりつけたりできるんだったらまあいいっすよね。まあ別にこうパンに余裕がある時だけあってっていうのも全然ありやね。カウンターで、よし、どれぐらい減るのかちょっと試してみるか。命中上げつける、今57、一発発動したらどれぐらいになるのかってことですよね。これ命中上げ1ぐらい減ってんのかな。技セットしようぜ。特攻、あ、特攻セットしたら終わるぞ。そんなにですけどね、1も減らないな。ただいちいちピンピンピンっていう音するのがめんどくせえな。火炎草とかも吐いたらさ、もしかしたらなんかできるかようになるかもしれんよ。そうでもねえな、敵倒したらとかかな。まあでもありえますけど、とりあえずそれはまあ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 ええわ。剣のダンジョンでやろう。小さなメダルということない。え、集めてんの。ほう、オッケー。20枚になったらメダルキングの剣くれんの。欲しい。うわ、これでもまた持って帰んのめっちゃだるいやつじゃん。かける1とかにならへんパターンのやつちゃうんか、これ。いや、絶対そうや。絶対そうや。え、ちょっと待って、剣のところお金を持っていった方がいいのかな。いや、とりあえず預けよう。ボスの壺もらった、ありがとうございます。はよください。ちょっと待ってね。しょうもないもんでもね、預けといた方がいいとは思うのよ。なんかクレみたいなこと言える時が、鍛えるところでね言われる時がありそうやから。で、これ一応この2つ持っていこうか。で、何でしたっけ、トラマな踊りそう、これか。よし、じゃあ持って行ってみよう。ワクワク、どうなんのかな。これでプライチとかやったらマジ割り合わんぞこれ。もうやらないっすよ僕は。割に合わなすぎるよな。10ぐらいは鍛えてほしい、せめて。よし、実正義のそろばん。え、大丈夫？何も置いてないやん。ママの仕上がり。薬草と魔物縛りの巻物。薬草は持ってるけど。10回利用することにサービスでとんでもなくすげえ情報を教える。東横いいやん。うわ、全然上がってへん。1だけしか上がってへん。そっちの情報の方が大事ってことか。ダリー！これはダリーな。
あとはじゃあもう少し街を回るか。これ不思議のダンジョンに入ったらもうもしかしたらもっと不思議になってる可能性あるっすけどね。これは、いや入らない入らない。うん、もう一通りは行きましたかね。なんかもうええか、とりあえずここ行こうか。まあとりあえずこれ行きますわ。ちょっと待って、こいつ喋ってなかったっけ。村長はまあ大丈夫でしょう。ああそっか、こいつは泥棒や。一通りはオッケーかな。よし行った。じゃあ剣のダンジョン、やっぱもうまんま剣のダンジョンなんや。武器のダンジョンとか剣のダンジョン、戦士のダンジョン、そういう感じだね。はい、じゃあちょっとまあ探索パートだったんですけど、次回本格的にこの剣のダンジョン、剣のダンジョンなのかな、ちょっとわかんないですけど、これ行きたいと思います。